ファンネルがお送りするスターウォーズジェダイフォールンオーダー続きをやってまいります。では進んでまいりましょう。まあ、始める前にちょっとここの敵は相当しておきましたんで、ここどうしても行くときにね敵出ちゃうんで、はい、では今回はちょっとマップを確認して、こっち行った先ですね。はい、まだ行ってないんで、確か旅行者のおじさんがいたとこだよねこれで。下とか見たんだっけ。まあいいや、ちょっとそのまま行っちゃいましょう。この人ですね。多分ダブルジャンプでいける。よし、これは敵出るな多分。よっ、侵入者出たね。よっ、いただちょっと待ってね、あいつらが。ちょっと弓使いはでもそんなに強くはないんで。お前その立ち位置どうなってんの。行って、待ってね。 OK、 結構大変だったな。こいつら体の色がなんか違うな。こんなもんだったっけ。でこれはなんだこれ。待ってね、押し込みでアクション。そうだ、でも道具がいる。ピッケル、ピッケ、おお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 、参ったなこれ。どうすんのこれ。ジャンプでいいんだよね。ジャンプ、まあ、2段ジャンプあるし。すっげえ落とされたな。テップトゥア、助かったのが不思議だ。本当だね、また戻んないといけないの。よかった、BD は楽しんだんだね。さて、じゃああいつらがまた出るか。これは上に登るパティーンですね。いいんだよね。よいしょ。わー、ここはどこで瞑想ポイントですね。待ってね、こっち側の扉はまだ行けないんだ。一応瞑想しとこうか。で休息してスキルツリー3ポイント溜まってからの方がいいんだよな確か。今欲しいの何だったっけかな。あ、ジャスト回避が欲しいんだ。あ、取れるな。よし、すげえ。どれぐらいのジャストの回避なんだろうなこれ。まあまあ狙っていきましょう。あと覚えなきゃいけないのは、この辺はでも覚えといてもいいのかな。長押しすることでほとんどの敵を狩りに引き寄せて拘束できるか、これか、最大値か。そうだね、本当はライトセーバースローも覚えたいし、リバルスっていうのも覚えたい。結構あるな、まあ。覚えなきゃいけないの。あ、ディレイコンボ。攻撃力の連続。あー、1スキルポイントでいけんのか。あ、すげえ、スイッチ攻撃とかある。あ、これは1でできるから覚えておいた方がいいな。よし。で、ちょっと一回待ってね。先見させてね。まだ開かないけど、クモいたじゃん。ちょっと毒やめて。ふん、あいつだけか。ワンコンボでいけんだけど、よいしょ。毒はまずいって。で、そうだね、向こう側からだね。これ自然治癒とかって出ないかな。そのうちこっち行けるし。なんだ今 BGM がすげえ異様な。下行けそうだけどな。ちょっと失礼、こっちですよ。通った先に、いやーなんか広そう。ということはだよ、中ボスいるんじゃねえかな。ムービーが入ったな。この先には行かせない。ここをどいてくれ。いいえ、彼は正しかった。彼、誰だ。ジェダイは嘘つきで泥棒、そして死しかもたらさない。下がれ、次に攻撃したらもう容赦はしない。私は何もしないけど、殺された姉妹は。ああ、これ死体を復活させてんの。
わあ、ゾンビじゃん。復讐を望んでいる。やめてアンデッド系は潰すぞお前ら、弓兵だろどうせ。おおおお、先手必勝ならさ、よいしょ、スキャンしとこう。ビビった方が負ける。蘇ったナイトシスター、極めて攻撃的でターゲットに容赦なく飛びかかってくる。集団で襲いかかる。囲まれると危険。あー、囲まれると危険なんだねって言ってもな。お、ロープ、あー、ここから登ってきたんだね。だから行けるとここっちだけだ。これは押せばいいの？違う？だトゲトゲついてるよ。だって危ないよこれ、飛びつけないでしょ。あ、引っ張れる。おお、引っ張ればよかったのか。よし、またアンデッドだ。わあ、ちょ、危ねえ。この痛い、お前らアンテイテア、ちょっと痛いな。スティムを使いたい。回復しといて。あんまスキルポイント貯まるような敵じゃねえのか。ここを立ち去る。やだやだやだ、クモもいる。クモより先に。てめえら、俺のゴリ押しを舐めるんじゃない。経験が違うんだ。まあだいぶ食らってくけど。今スキルどれぐらい貯まってる？全然貯まんねえな、アンデッドじゃん。これ邪魔されんじゃねえ。待って。ガサ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 言ってんだけど。上にいるなこれ。ちょっと失礼、ちょっと失礼。あっちの方は後で行くんか。待ってね、まさかのここでホロマップを見るという。あれ、さっき行け、いや行けねえよな。ここでいいんだよね。アンデッド来る。シールドを貼る。シールドじゃねえよこれ。上行けねえのかな。行けた。エコー。埋葬もされてない。彼女らは抵抗もできずここで死んだのか。なんだと、破滅って書いてあるけど。よし、じゃあこっちだな。なんか先手打てる方法ねえのかな。あ、これだって引っ張れるよね。引っ張った。あー、閉じるのかい。よいしょ、いるよね。よー、何がいるのか全く見えない。痛い。行って、やるならスティム。残り1個だ。これはきついな。上にいるな。上にいるのどうすんのこれ。上は上に行けるのかこれ。待ってね、ここから行けねえから。ちょっと待って、上はいつ襲ってくるのか分かんねえから怖いな。すげえ泣いてんな、やだな。そういうことか、普通に上から行けんのか。みんなの死を償ってもらう。なんだお前、こっちに来れると思ってんのか。よいしょ、なんかクモいたよね。クモいるんだよな。てい、よし、下がって。ハイパーゴリ押し戦法。まあアンデッドぐらいだったらやっぱりゴリ押せんな。ナイトシスターはどうやってつけてきてる。まあ確かに、視野がフォース使いだと言っていたけど、こんな使い方は初めてだ。慎重に行くべきだな。お前も静かに頼むぞ。慎重に行くべきか。フォース探知の力があるのか。あの飛んでるの何かわかるか。待って、飛んでるの。飛んでますね。がいいかも。やだね。巡回してんのかなあれ。で、橋を渡って、これはエレベーターみたいな扱いになってんのかな。よっ、
待って。誰喋ってんの？ナイトブラザー。あ、そっか。これバツを押してどっから喋ってたんですかね。これショートカットになるのかな。ちょっと待ってね。新しいとこじゃないよね。あ、これ絶対ショートカットだな。開く。BD、見てみてくれ。いいぞ BD、何だった？ライトセーバーの新しいスリーブ。これ通れなかったとこだな、多分最初の方に。そうだよね。で、ここで、あ、じゃあちょっと休んでいこう。ここは多分雲しか出なかったはず、敵。瞑想。で、休息して、敵復活しちゃうのはちょっと気になるが。で、雲なら、よっ。ちょっと、もらうけど。よいしょ、いった。よいしょ。で、そのまま上に行って、で、多分、ブラザーが出るから、ブラザーたちを、倒して、あら、なんか隙間に、危ない。ちょっと待って、隙間はまずい。いたね。なんか今すげえ警戒態勢だったけどな。で、行くとこは、奥だね。だからピッケルありゃいけんのか、これ。ホロマップに新しい目標？あ、そっか。今行こうとしてるとこから落とされて戻ってるだけか。あれ？で、どこ行きたいの？カル。うわ、遠くね。また変なとこ行こうとしてるし。どうした？スキャン。おうおう。なんでバレた？さあ、来い、ジェダイ。待って、後ろのやつは。奴の動きを止めるんだ。あ、こいつ。痛い。兄弟。ふん。攻撃を続けろ。ふん。一人ずつやりたいけど、よいしょ。そうはいかないのか。怯えて震えてるぞ。ほっ。待って、ジャスト回避にならない。ちょっと、で、遅くできないじゃん。お前に勝ち目はない。ふっ、せい。遅くして、みんな遅くなってる。俺にかなうとでも。よし、敵を取るぞ兄弟。敵取れよ。あ、遅くなった。おーおお、ジャスト回避した。ちょっと遅くして、よいしょ。そうだよ、食らってんじゃん、だいぶ。で、奥にいたな、なんか弓が。こっちから回っていけばいいのか。その前にいた。ちょっと待って、これは道具ないと登れないって言ったんだもんね。いつどこでもらうんだろう。これ絶対敵いるな。でもジェダイ、ジェダイだ。雲いるな、絶対。おーおーおー、アンデッド。ちょっと待て、お前ら遅くなれ。まとめてしない。ああ、もう一匹残ってた。待ってね。よいしょ、やるぞやるぞやるぞ。あっ、てい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 。結構いるな、おい。いやー、大変だ。読み取る。なんだ、放浪者。ここ、われてた。あの旅人さんじゃねえの？何者かが、ああ、ナイトブラザーズは沼地で誰かを追った。彼らはその相手を恐れていた。恐れていた。何もない？ここ、アイテム。マップ確認。特にねえな。
でもまた多分アンデッド出るだろ。ここドロ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 いっぱい来た。お前ら雲と組んでんの？待って、雲さん、雲さん待って、侵入者を片付けろ。あー上にもいるな。ちょっと待って、雲さんを倒して、雲さんちょっとこっちおいで、ちょっと危ないから。あーもう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 、ちょっと回復するよ。ビデよいしょよいしょよいしょ。なるほど、どうやって上行けばいいんだ。あっちから行けるな。よいしょ。あっちょ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 、落ちるから普通に落ちた、痛い。ちょっとビディふっ、なんでここ落ちそうなんだろう。でい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 、ちょっと待ってね、あっちどうやって行くんだ。マジであっち行けねえんだけど。確認。あ、上に行けるな。あれは引っ張んのか？引っ張って走ってこうか。いや普通に瞑想できんのこれ。瞑想したないやーちょっと急速だなこれ。ここで瞑想っつうのもすげえなんで、ちょっと待ってね、スキルツリーでこれを覚えたい。少し待ってから攻撃をするって、これ強いんだ。すげえ連続やってるけど、どのタイミングでやってんだか分かんねえ。で戻るとどうなる？いるね。あっ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 、待って、これはどうやってあっち行くんや、あっち行くんやって言ってしもうた。ちょ待て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 、あこっちか。よいしょ、でよいしょ、待ってろお前、覚えてろよこの野郎、遅くしまうぞ。いて、そう待ってなんか上で喋られたけど、引き返せって言われて引き返せねえんだよこっちは。ボスだな、倒すとピッケルアイテムもらえそうだな。てい、ですねー、なんかやばそうだけど、一回遅くして、やばくねえか。よいしょ、ていちょいて、待ってね、回復で、いてこいつダメなんじゃねえのかな、むしろ遅くしちゃふっ、ちょっとやって回避して回復して遅くして、すげえバサカだな、遅くして、よしやれる、いって、なんだ、あ最後のイタチッペみたいなのやってきたな。レッサーニダック、激しく容赦ない攻撃に対する防御が重要になる、連続パリーで簡単に崩せる。あそうなの、連続パリーね、痛かったけど、行けるとここっちしかねえけど、こっちなんかあんだろう。これは押したりすることで、ナイトブラザーの悲鳴、獣のうなり声、見せしめの生贄なのか、そういうこと。これ待ってね、多分上に登れて、登れんだけど、これって引っ張れっかな、引っ張れた、引っ張ってあっち押せんのかな、
あ、でもどっちみち、そっか、やらないと進めないのか、これは。えい、他にあっちもだから戻、いや戻れる高さにねえんだな、きっと多分ね。あ、 BGM がまだ続いてんだけど。あ、ちょっとカル大丈夫、足これちょっと間違ったかな、場所。ここ行けと思ったらいけないな。 あのツタか、待ってね。そしてアビリー、何か見つけたな。あ、死体があるね。ニダックの巣、さっきのやつ。ニダックってレッサーニダックはナイトブラザーズに恐れられる獣である。伝説ではこの生き物を刺激したナイトシスターもいたとされると。群れ作らないって書いてあったな。よいしょ、タップ。だいぶ削られたけど大丈夫かな。私アンデッドが出そうな予感、うん。アンデッドぐらいならいいか。ちょっと待ってね。うーん、これでやっと戻ってこれたのかな。狭いとこ。いや、まだまだ先が長えな。よし、ここはどこぞな。だいぶ下だね、これ。ここが奴らの集落か。ああ、集落ね。じゃあめっちゃいるだけと。できるだけあそこを避けていく。すげえな。わかったよ。見たいのね。やつを叩く。よいしょ。気づかれたのかな、 BGM 的に。大丈夫そうだけど。これはちょっと失礼。ちょっと咳もしつつ、下に敵が来るならばマップを確認。まあ多分下だな、これ。下だけど降りた先に誰かいたりしませんねと。降りて、これは押せるやつじゃない。ああ、これ引っ張れんだ。おっと、わっ、ちょ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 、門の横に、門の横に、痛い。ちょっと待って、わかんねえ。痛い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 。ちょ、回復回復、こっちか。よし、てい。まだ続く。回復してる場合じゃなかったというの。タッ、やばそう。クモの巣じゃんか。よいしょ、やつらの巣だね。ちょっと遅くして、ちょっと焦らないで、あれをやりてえな。おっ、てい。ちょっと遅くして、てい。まだいる。 BD どうした、そんなとこで。スキャン、テラリウムの種。こんなのが。フリーズが怖がりそうなツタだ。彼は臆病だし。ちょっと待ってね、これは壁になってて、あっちに行けんのか。これだから登れるようになるんだな、今後。いや、もう回復がねえぞ。戦いたくない。で、どこ行けるっつうの。もうちょっと先だな、ここか。どうした、うわー、びっくりした。普通にビビったわ。あっ、ていていてい。 BD 待って、お前どこをスキャンしたい。ブルーラフルーツ、
ナイトシスターの調合薬によく使われる材料。これのこと？そろそろ瞑想ポイントありそう。あった。ちょっと登るよ。こっからどこ行くんだよ。あ、後ろに回って、なんだ？ホワンホワンしたな、今。瞑想してもうちょっと進みますね。休息。よし。いや、ここ結構きついよ、ステージ的に。出るな、これ。上はなんかアイテムありそう。あるけど、どうやって行くんだ？お、もうだいぶ近づいたよ、これ。あっちから行くんか。こっちは見えるだけと。で、いるじゃんね。いるじゃんね。あれ倒さないといけないんだ。連続パリーっちゅうのができりゃいいんだな。こっち来っかな。うっ、またさっきのやつらだ。よいしょ。連続パリーができるのか分かんないけど、来い。あ、いたいたいた。あっ、ていていてい、遅くして。よいしょ。いける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 、遅くして。よいしょ。意外とちょっとガチャ押しでしたけど。で、ここはあのエコーだけか。やられたんだろうな。ここは闘技場だった。あ、闘技場。ナイトブラザーズは力のみ信じてた。カルめっちゃ沈んでっけど大丈夫これ。闘技場はいいんだけど、あ、2箇所行ける、いや3箇所行けるところがあるぞ。なんだ、なんかすげえオーラをまとってたけど。遅くして。あれ、動きが速くなった。待って、お、めっちゃいる。あっ、テイテイ、痛い。集団戦法やってくれんじゃねえか。回避いいね。このライトセーバーになった理由が分かったわ。よいしょ、いってー。大したポイントにもならないしさ。ハック、ここも頼む、BD。さあ開けよう。飛び込むと思ったよ。何か見つけたな。新しいなんか外装というかね、あれですね。で、これは近くに敵いねえよ。また放浪者。放浪者っていうか、これあれじゃねえか。落ちた船、彼らは逃げていた。名前誰だっけ。これ今その人の道辿ってると思うんだけど、その人じゃねえのかな。データバンク、ん、待てよ。誰だっけ。コルドバ、そう、コルドバさんじゃねえのかな。なんかそんなような声がしたんだけど。で、こっちはさらに奥があるが、え、待って、奥ある、なんかある、これなんかあるとも思えねえがな。上行ってぶら下がれそう。いるね。見てんな。ちょっと回復しよっか。君を渡してくれ、ビリー。これでも行ったな。上行って。よいしょ。お前らは集団じゃないと意味ないでしょ。スーパーアーマーでもないしさ。上は特に何があるんですかね。ああ、またいるな。で、あれ多分落ちてくんな。あのでっかい、麻袋じゃないけど吊るしてあるのから多分あのアンデッド出るんで、ち
ちょっと行けるとこ多すぎないかね。アンデッドいるね。どうしたもんかな。ちょっとずつ倒していった方がいいのかな。こっち何なんだろう。お、アイテムある。行っちゃおうか。よいしょ。敵はいないか。大丈夫だな。開く。調べてみたいのか。よし、見てみよう。ライトセーバーの新しいスイッチ。ここは多分敵普通に、さっきのアンデッドとか。これ何？引っ張る？押す？押したな。押して、そっか。押していけんのか、そっちに。これ、この状態で押せないもんね。ちょい待ってね。その前にこっち見たいな。なんかある。よいしょ。エコー。彼女たちの王様マザーと呼ばれ、強い魔術を使えた。マザー。よいしょ。ここはだからそっちの上しか行けないんだ。待って、奥行ってみんね。いや、行けねえな。じゃあ押して、押して急いで登って。いや、無理じゃねえかこれ。あ、押して、わかったわかった、ごめん待ってね。押して、遅くして、よいしょよいしょ。そんな併用技があるんですね。合わせ技で。これ上行けんのか。あれ、上じゃねえな。待て、ちょ、危ねえ。危ねえ。二段ジャンプで行くわけじゃないでしょこれ。左まで行けんのこれ。あ、行けた。なんかすげえアンデッドの声聞こえる。うわ、何、多分危険なやつだ。多分危険なやつだね。いた、彼走って。ちょ、待て。よいしょ、待て。弓兵から倒すんだ。狩る。よいしょ。あの野郎、俺のセリフ。ちょっと待って、遅くして、来い、俺と戦え。ちょっとスティーム使って、兄弟援護してくれ。よいしょ。ていてい、あてい。お前に勝ち目はない。ちょっと待て、お前を倒したい。遅くして、よし、やってやんぞ。よいしょ。ふっふんふん。あの鳥同士よね。いや、ここ倒したけど今行けないでしょ。だからこっちだな。どうした、スキャン。ファイヤーライケン。ファイヤーライケンはダスミヤの乾いた気候に育つ、あー、なんか土地のあれなんだ。苔みたいなやつでしょだって。いや、ちょっときついな体力。いるな、ゾンビ。おいで。うわー、びっくりした。まあそりゃそうだよな。よいしょよいしょ。てい、もう一匹いた。やめろ。よいしょ。こいつら2回も殺されてかわいそうじゃねえか。あ、なんかある。エコー。ここからすぐに立ち去れ。去らねば兄弟がお前を殺す。どうした、お前の力の方がはるかに強いはずだ。ああ、コルドバさんじゃねえな。あの普通の放浪者かな。放浪者っていうか旅人さんかな。あれ、あんなとこに瞑想ポイント。ああ、最初に来たとこか。でも進んじゃいましょうね。こっちだな。下のとこ全然行けてね。
ここなんか行ける場所多すぎてさ、ショートカットだなあれ。いやー薄気味が悪い。切る。何のショートカットだこれ。下降りて瞑想ポイントのとこって行けんだっけ。あ、行けんだ。どうすかな。いやでももうちょっと進んじゃおう。こっちは何にもないことある？ああ、下ってきたとこか？多分このルートが多分正規ルートだと思うんだ。ね、目的地もう着くよね、これ。その1個前の瞑想ポイントあたりで終わりにしようかな。多分もうそろそろ。ここでは待っているのは死だけよ。そうなの？これ？あ、これですね、瞑想ポイント。はい、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回この目的地なんかつけそうなのでやっていきたいと思います。まあ、動画外でできればこの辺ちょっと探索しておきたいな。はい。では今回以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。ボースと共に。